お花紙を使ってつまみ細工の要領で藤の花を作ってみました。紫色と白のお花紙を使います。縦半分に折ったら正方形を作りましょう。大きめの正方形が2セットできました。残った部分で小さめの正方形を4セット作ります。これで藤の花一房分です。半分に折ったら白と紫を分けます。角のところにボンドを少しつけて2枚重ねて貼ってください。白い方を上にして直角のところにボンドをつけたら端をそこに貼り付けます。大きいのも小さいのも全部用意しておいてください。裏返してボンドをつけて貼ったら少し膨らまして花の形にします。これで花1列分ができます。一番先になる小さな花にボンドを少し多めにつけてギュッと貼ります。次の花に2箇所ボンドをつけたらそこに挟み込むように1つ目の花を貼ります。少しだけ重ねてください。小さめの花4つ分を先に貼ります。最後に大きめの花2つを貼ります。角を切ったらこれで1列できました。細めに切った色画用紙を2つに折ってボンドをつけて花の根元の部分、大きい花のところですね、そこを挟み込むようにして貼ります。貼った画用紙を開いて、いらない部分をこんな風に切っていきます。開いたところにボンドをつけて、台紙に少し間を空けながら貼っていきます。これで花の部分が完成しました。次に葉っぱを作っていきましょう。緑色のお花紙をこんな風に折ります。それをさらに2つに折って直角三角形にします。半分の半分に折ったら根元の部分をいらない部分切り落として屏風折りにします。そして開いてくるっとこう折り返すと葉っぱの出来上がりです。先ほど作ったお花の根元のところに少し空いてるんですね、押し付けるようにして貼っていきます。真ん中から外へ貼っていきましょう。葉っぱが貼れたら裏返してはみ出している画用紙を切り取ります。これで完成です。ビラかんざしのような藤の花が出来上がりました。たくさん作って藤棚のようにして飾ると綺麗でしょうね。